はい、ゆっくりです。今日も今日とて、ゆっくりです。今回は、グリーンランのソロで取得できるトロフィーのうち、前回取得できなかった、火の用心、つぶらな瞳、見切ったぞ、の3つを1ゲームで入手するチャレンジにチャレンジしてみるよ。取得する挑戦に挑戦してみるよ。それはともかく、チャレンジといえば真剣ゼミだよね。とかどうでもいいこと置いといて、今回も、ゆっくり見ていってね。やかましいわ、だけど、可愛いから許す。さて、トロフィー、火の用心、マッチ一本味の素について。トロフィーリストの取得条件には、火事にせずすべての扉を開ける、ってあるけど、具体的には溶岩に触れて画面がぼわっと燃えないようにしつつ、扉を全部開けると取得できるよ。扉は全部で19枚、でか一部扉じゃないものもあるからわかりにくいね。合計でポイントが7000必要だから、がっつり稼げるガルバナックルの入手を前提にします。ということで、ここかレストランでハッチが入手できなかったらやり直すよ。まあこの映像に対してゆっくりが実況してるってことは、あったわけなんだけどね。ってメタ発言はやめなさい。なんか聞こえるけど、今回も無視するよ。バブ王の塔はソロでは取れないっぽいからね。さて、バブルの塔に関連して、ここでバベルの塔の住人であるバビル2世について言及しておこう。バビル2世は、バベルの塔を作ったバビルという男の血を引く男の子で、バビルに限りなく機械能力を持った子孫であることからバベルの塔に誘われるよ。そして世界征服をもくろむ黄泉様相手にロデム、ロプロス、ポセイドンという3つのしもべを従えてこれでもか、というくらい戦うよ。まあ読んでみるとわかるけど。ロデム可愛いよロデム。リヒトーペイン、ランクアイテムの名前を言いなさい。ほら、リピートアフターミー。インスタキル。インスタキル。こらあ、発音が英語っぽすぎる。もっとゆっくりみたいに丁寧に言いなさい。インスタキル。ほら。さて、タービンで扉開けるよ。これで1枚目。ふむ、はしごか。ハッチが欲しいけど、西洋の鎧の顔を守るあれよりはいいね。これで2枚目。ちなみに、ラウンド3以降にこの部屋に近づくと勝手に地割れして火事になっちゃうんだけど、トロフィーには影響ないみたいだよ。ただ、これプレイしてる時はそんな事実知らなかったから、とりあえずラウンド2で開けただけだよ。バス停にはタービンで開くドアが2枚あるんだけど、2枚目を開け忘れたまま行っちゃいました。まあまた後で帰ってくることになるので結果オーライ。ここの溶岩は広いから、安全に行くなら後ろの扉から出た方がいいよ。ただしそちら側にもひび割れがあるから注意だよ。まあコンバット越前みたいな人だったら、せっかくだから俺はこの赤い扉を選ぶぜ。って言って前から出るといいよ。で、ハッチじゃないか。前期に次ぐ、円盤のコアを破壊せよ。だが、フォックス、お前とは絶好だ。さて、グリーンハッチがレストラン前で手に入ったから、ガルバナックルを買うべくここで6000ポイントプラス扉開ける費用稼ぐよ。そうそう、トロフィー、火の用心について。これ、マルチプレイの時は誰か一人が条件を満たしていれば一緒に解除されるから、お風呂が嫌いな人と一緒にプレイしてたら勝手に解除されることもあるかもしれないよ。あと、究極の大技として、コントローラー2個差して一人で2人プレイして、1P を全く操作せずに 2P で全部の扉を開けたら、2P が溶岩に触れてても解除されるよ。これで友情プレイ。だが、こっちは寂しい、ぞ。さて、特に話すことないから、ここ3ヶ月ほど動画をアップできなかった理由について語っておかねばなるまい。実は、
リポビタンデーとかエスカップとかチオビタドリンクとかモンスターとかレッドブルの飲みすぎで入院してました。ごめん、飲みすぎだってのは嘘だ。いや、実際結構飲んでたけど原因ではないと思われる。朝入院してたのは2日間だけなんだけどね。でも海外ではレッドブルだかモンスターだかの飲みすぎで実際亡くなった人もおられるらしいので、どっちにしても飲みすぎは良くないんだろうけどね。で、気になったので栄養ドリンクについて調べてみました。よく、タウリン 1000mg 配合だとか言うけど、そもそもタウリンって何なのよ。攻撃の努力値が10上がるとか、生まれたばかりの赤ちゃんに11本飲ませたら使っても効果がないよ、とか言われたりするわけないよね。あと、ファイト一発した後で飲んでも意味ないし、未開封の状態で親指1本で開けるのって無理だよね。うん、その辺も踏まえて調べてみました。ざっくりだけど、まず、リポビタンとかエスカップとかは栄養ドリンク系、レッドブルとかは清涼飲料水に分類されるらしい。というか、同じ土壌にならないようにレッドブルが、わざと清涼飲料にしてるみたいだね。タウリンが入ってると医薬品扱いになっちゃうから、そっちではアルギニンで代替してるみたいだよ。で、このタウリン、人間では心臓に多く含まれ、体重60キロの人だと60グラムくらいタウリンが含まれるらしいよ。具体的な作用は、タウリンは人の体内などで胆汁の主要な成分である胆汁酸と結合、包合、脂、タウロコール酸などの形で存在する。消化作用を助けるほか、神経伝達物質としても作用する。白血球の一種である好中球が殺菌の際に放出する活性酸素や過酸化水素の放出、呼吸バーストを抑える作用もある。とのこと。スワヒリ語ですか？日本語で OK だってばよ。わかるようなよくわからないような内容だけど、タウリンを過剰に摂取しても吸収されない分は排出されるらしいから、取りすぎても大丈夫みたいだよ。さて、ポイント止まったのでレスタウラントの扉開けてガルバナスクを買うよ。200本。うん、噛んだ。いや、溜まったって言いたかったんだけど、貯蓄の貯の字で打ち込んだら止まったになっちゃった。で、メタ発言はやめなさい。痛い。アホス、握ると電流が出るっての。何度も言ってるでしょ。さて、ガルバナックルとハンドガンとか持ち直しの早い武器を装備してると、改造バリスティックナイフにボーイナイフ持ってるような性能になって、ラウンド13までは殴り一発で倒せるようになるから、ガンガンポイント貯められるよ。あ、そう。ほうだ。Well, old man, you done screwed the pooch now. ジョンは、包丁、調子に乗るとすぐこれだよ。何やってんの。くそー、早くジャガイモもといジャガーの具飲みてー。またんかわれー。ゆっくりさんの顔を傷つけた罪は重いぞ。うらー、お前らもゆっくりみたいな闘神にしてやろうか。それとも128闘神にしてやろうか。そしてポイント吸収の系チュルチュルっとな。うらぁ、ポイントよこしたまへ。これからいっぱい使うんだから。あ、どう？昇竜敬遠、波動敬遠。最速ラッシャー。竜巻旋風キャーク。さて、いざという時のためにサブウェポンを引いておきましょい。とりあえず M14 の代わりになる LMG とかがあると嬉しい。で、レーガンジャマイカ、ワーナーファーイブ、キラー。さて、しばらくはストリートファイターとかバウンサーとかダイナマイトデカのように殴りゲーになるので、スキップ。さて、バスも来たことだし、ポイントも程よく止まったので、ゾンビ残して次行きましょい。噛んだ。ここ、と
飛んでるけど、飛ばなくていいよ。ぶっちゃけると溶岩の位置を把握してなかったもんでね。こらー、この運転手はゆっくり様のものじゃ、邪魔するものは容赦なく、パンチ。さて、ゾンビッチも張り付いたし、次行きますよ。さて、農場には扉が4つあるんだけど、1つ注意があります。ゾンビッチはうざいから足切ってと、ただ、最後の1匹を這いずりにしちゃうと、バス移動の時にラウンドが進んじゃう可能性が高いのが難点。さて、ここなんだけど、奥の扉にタービンを置くと2枚同時に開くみたいだからお得だよ。知らなかったけどね。あとこの隣の小屋、正面から入ろうとすると上り坂になっててジャンプ飛距離が伸びないから、裏の扉から入るとちょっと安全だよ。出るときは2階からジャンプすると安全なんだけど、ジャガーノグ飲んでないと落下ダメージにゾンビッチアタックが組み合わさってダウンする恐れがほんのちょっとでもあるから、やめとくよ。なぜか動画撮影してるときに限ってしょうもない事故起こすしね。案の定ラウンド進んじゃいました。武器が強いとはいえ発電所内は狭いから、ちょっと不安。ここでゾンビッチを減らしてから行こうと思ったけど、ヌークで個体数減ったから思い切って行っちゃいましょう。さて、ここが要注意。このピカチュウの尻尾マークが目印の扉の前にタービンを置くと、街の銀行にあるパックアパンチ用の隠し扉が開くんだけど、これもトロフィー達成条件に含まれるよ。忘れがちだから、覚えておこうね。ふむ、電源のパーツ全部道中に落ちてたね。ふふ。前回散々迷わされたから、もう迷わん、ぞ。だが、ゾンビッチが邪魔だっちゅうの。さて、電源入れるんだけど。タイミングが失敗だったね。ゾンビッチが電流で死んでラウンド進んじゃったよ。じゃあ、嫁の首が、せがれ尻のせがれみたいに魅力的な嫁の首が、まみった。畜生、ここでタービンがなくなるだけでトロフィーがかなり遠のいちゃったぞ。Oh, I think these old brains are going soft.そもそもここの扉、電源入れると勝手に開くんだけどね。タービン使って開けることがトロフィー条件になってるかはわからないけど、多分タービンいらないと思うよ。一応不安だったからタービンで開けたわけだけど、まさかのタービンポロリ。しかもバス行っちゃうし、ついてない。ゾンビッチを倒しつつバスを待つこと5分半。来たー。5分もぼっちにさせるとは、憎いぜ運転手。でも可愛いから許す。さて、街に着いたけど、落ち着いて行動しないとあっちっちー。になっちゃうから、ゾンビッチは静かにさせておこう。バス内ではラストのゾンビも走らないみたい。ゾンビッチにもマナーが求められる時代なのである。さて、ここも注意。キリコトリガーグレネードで破壊すると先に進めるんだけど、これもトロフィー取得条件の扉に含まれるよ。さらに奥にももう一枚。この先にさっき発電所から開けた扉があるよ。ピカチュー。あんまり好きじゃない。さらに今の部屋にポイントを預けられる金庫があるわけなんだけど、それに関してはまた後で。ここでミスると泣けるから、とにかく慎重に行きたいところ。コツとしては、ギリギリで踏み込んでジャンプ、ってところなんだけど、人によって感じ方が違うと思われる。甲羅飲みたくなってきた。甲羅って依存性物質が入ってるから。一部の国では販売禁止らしいね。体に悪いとはいえ、
甲羅が買えないってのはちょっと寂しいね。おっと、バスが出発しそうなので、町の探索は一旦打ち切り、タービン取るのと開け忘れた扉開けに行かなきゃいけないからね。この辺はもっと効率的に立ち回れば最速化できるから、うまくやればもっと簡単にトロフィー取れると思うよ。案の定ラウンド進んじゃったけど、ナックルパンチで楽勝楽勝楽勝、ブラボーハラショー。最初に言った通りラウンド3以降で初期部屋に入ると地割れしちゃうけど、これはトロフィーに影響しないよ。ただウプニシがプレイ中にはそんな事実知らないから、ちょっと諦めたけどね。まあなんだ、やっぱり地割れより絶対レートだよね。佐々木様。それはともかく、タービン取らにゃいかんので道を開けなはれ。嫁来たこれ。怖い。ゾンビ映画みたい。ちなみにガルバナックルで倒すとゾンビ基地は爆発しません。なぜだ。脱出。ここの扉を忘れてたのが痛い。タービン壊しちゃったから結果オーライだけど、これだけで20分くらい損してるね。せっかくだから、この赤の扉を選ぶぜ。うらぁ。普通に考えて、トロフィー狙ってたらこんな危ないことしちゃダメよ。この時トロフィー諦めてたことが顕著にわかる行動だね。さて、EMP グレネード狙うけど、今回は失敗。ミュールキックがないから、結構いい装備もつけなきゃいけないのが残念だね。ビヒトーペンの一番、知ってたけど。さて、このラウンドのまま、街まで帰ってきました。トロフィー狙うよ。まあこの時は諦めてたけどね。いい音だ。安らぐような耳障りのような複雑な気持ちにさせてくれる。おう、ゾンビッチ、勝手に死ぬな。あとちょっとなのに。ここでかなり無駄な動きしてるけど、これ、迷ってます。今のは危ないのでやらないように。うわぁ、斜めってるよ。なぜ倒れない。OK、プレイしてた時は、おう、って気分だったね。さて、じゃあサブウェイターゲットを狙っていきますか。スクリーボックス探さなきゃいけないけど、前作同様にボックスから光が空高くまで出てるから、空を見れば大体の場所がわかるよ。ここで切り機体を走って移動できるといいんだろうけど、うつむちはいちいちバスに乗るから、めっちゃ時間がかかっちゃうよ。ゾンビ映画っぽい。ゾーン、オフ、ザ、ゆっくり。またどうですか、ゾンビパンチ。まあゾンビ映画はパンチで倒したりしないだろうけどね。映画版のバイオハザード6はパンチの時代になることを期待する。頼みましたよ、ミラクルオブウッチさん。曲をちゃんと聞きたい人は、ケビンさんのアカウントに行くと、いいと思うよ。さて、ミステリーボックスにポイントを吸い取られてしまったので、金庫に来ました。あれ、2万ポイントくらい貯めてたはずなんだけど、下ろせない。そう、この時は気づいてなかったけど、 PS ネットワークに再現してなかったから、別のアカウント扱いになってたみたいです。再現してる時に入れた分は再現してないと下ろせないっぽい。100ポイントも余らなかったから引き出せないし、なんてこったい。
先立つものがないので、しばらく稼ぎます。個人的にトレインはレストラン前が安定。一応銃弾一発とガルバナックルで倒していけるけど、安全性とスピード優先で。十分ポイント稼いで移動。This is gonna... あくまでも戦いの場所はレストラン前で、他にもいい場所あると思うんだけど、まあ慣れてるところがいいしね。うん、向こうの方で何か見えたね。そう、あの電気玉こそ、通称、森のバター、アボカドロ。で、それアボカドロとちゃう。アボカドや。EMP グラナーダEMP なら1発、ガルバナックルで2発、ボーイナイフで3発、通常ナイフで4発で倒せるよ。ただトロフィー条件がノーダメージなので、EMP が一番簡単だと思われる。これでトロフィー、つぶらな瞳の条件は達成だよ。ただ、このトロフィーだけはすでに達成されてないけどね。危ない危ない、凍らせおってなかったら死んでたね。グリーンランドゾンビッチはなぜか電子カルスで目の光が消えるらしい。電子で動いてるんですか？さて、最後は銀行にポイントを預けに行こうと思ったら、ということで、ここまで、見てくださった方々、みんなで一緒に、ゴールディズ、ディアー